スパークリングワインであるカバカバの主産地であるペネデス地域カバまたはカバはスペインの特定地域でシャンパーニュ式製法を用いて生産されるスパークリングワインのことワイナリーの所在地はスペインのワイン法でデノミナシオンでオリヘンの認定を受けているカバに限られているがカノルー認定地域で栽培されたブドウも使用されているカバワインは白ワインまたは ロゼワインであり、その大部分がカタルーニャ州ペネデス地域で生産されている。この項では便宜的に原産地故障認定地域をカバカバなどで生産されたスパークリングワインをカバワインとして区別する。カバワインの多くが夕食、パーティー、結婚式、洗礼などの席で消費される。高い品質に比べて価格はリーズナブルであり、コストパフォーマンスの大きさが特徴である。 伝統的なカバワイン用の3品種として、マカベオ種、パレヤーダダネ、チャレロダネがある。2007から8年のカバの登録ブドウ畑面積は33,085ヘクタール。登録ブドウ栽培者は7,286人。登録ワイナリーは273社である。総出荷量は1674,480ヘクトリットルであり。 スペイン国内出荷量が666,040ヘクトリットル。国外出荷量が1008,430ヘクトリットルである。カバワインの主要な輸出国はドイツ、イギリス、ベルギー、日本などである。カタルーニャ語のカバは洞窟や地下像を意味し、かつては実際に熟成の際に洞窟が使用されていた。 1872年から1960年代までチャンパンと呼ばれていたが、フランスシャンパーニュ地方のシャンパン生産者に抗議を受けたため、カタルーニャの醸造家は1970年に公式にカバという単語を採用した。1986年にはスペインが欧州諸共同体に加盟し、1992年には EU 法で、 シャンパーニュ地方のシャンパンが原産地名称保護制度の地理的保護表示の対象となったため現在ではスペイン産スパークリングワインがシャンパンを名乗ることはできない。コドルニュー社のシャトーフレシネ社のシャ千八1823年にはフランスがスペインに侵攻し革命派の自由主義政府軍を破った。この侵略はスペインに甚大な被害をもたらしたがカタルーニャ地方には スパークリングワインのシャンパーニュ式製法がもたらされた。スペインで初めてスパークリングワインが作られたのは1851年だとされている。コドルニウケのホセラベントスは1860年代にヨーロッパ各国を回りコドルニウケのワインを宣伝した。ラベントスはフランスシャンパーニュ地方にも滞在し、シャンパンと同様の伝統的手法を用いて、 スパークリングワインを生産することを思い立った。数年間の試行錯誤の末の1872年、ラベントスはマカベオシュ、チャレロダネ、パレラダダネなどの伝統品種を用いて、バルセラナ近郊のサンサドルニダノヤで、スパークリングワインを生み出すことに成功した。ホセラベントスは、本格的に、スパークリングワインの生産を開始して、コドル入社を設立し、 後継者のマヌエル・ラベントスの時代にスパークリングワインの商業生産が軌道に乗った。コドル入社の千八百九十年の生産量は三千二百七十六本だったが、千八百九十九年の生産量は十一万七千三百九十六本と短期間で爆発的に売り上げ本数を増やしている。多くの生産者がスパークリングワインに注目し、ペネデス地域の経済は スパークリングワインに牽引されるようになった。スパークリングワインの生産成功から25年後には、コドルニュー社が、スペイン王室御用達のスパークリングワインと、1914年には同じくサンサドゥルニダの矢に、第一次世界大戦の戦果に巻き込まれた、フランスのワイン産地とは異なり、スペインは戦争に対して中立を保ったため、ペネデス地域の生産者は、 スパークリングワインの販路を拡大する好機を得た。また、1890年代から1910年代にかけて、カタルーニャ地方のブドウ畑がフィローキセラによって壊滅的な状態となったため、コドル入社の成功に刺激された生産者が、黒ドウ品種からスパークリングワイン用の白ドウ品種への植え替えを進めた。オークソンでの熟成を必要とする赤ワインとは異なり、 スパークリングワインの熟成は、ボトル内で行えばよく、フィロキセラ被害後の初期投資額が低額で済んだことも、スパークリングワイン生産への転換の利点となった。1960年代には、コドル入社とフレシネ社が本格的に国外への輸出を開始し、アメリカ合衆国やヨーロッパ諸国を中心として、市場が拡大した。1960年代までのスペインでは、 シャンパン同様のビンナー二次発酵方式を用いるもの、用いないものの2種類のスパークリングワインが生産されており、そのいずれもがシャンパンを名乗って流通していた。しかし、この状況が詐称であるとして、フランスに抗議されたため、新たな故障が必要となった。1972年には、スパークリングワイン統制委員会が設立され、 シャンパーニュ製法で生産されたスパークリングワインをカバと呼んでこの地のスパークリングワイン産業を法的に保護する制度が整えられた。1970年にはワイン法が改正されており、新たに設定されていた特別故障の枠組みに移拠した。1980年頃からフレシネ社が技術革新で躍進し、1983年にはカバワインの創生産量が1億本を超えた。 1986年にはスペインが欧州諸共同体に加盟し、スペインのワイン産地は EC 法の制度化に置かれることとなった。EC 法には、スペインのワイン法のような特別故障の枠組みが存在せず、すべての高品質ワインに対して地理的範囲の確定を求めていたため、既存のカバワイン生産者の生産地域をなぞる形でカバの範囲を確定させた。 カバワインの名は EC 加盟時にすでに世界各国に知られており、1986年には輸出量が3、レーレレレレレレ本を超えた。値段の割に品質が高いことが評価され、その頃から世界のスパークリングワイン市場を接見し始めた。1998年、2010年の総生産量は約2億5、レーレレレレレレレ本に達しており、うち、 1> 約1億5、レレレレレレ本が国外に輸出されている。2010年代には約270社がカバワインを生産しており、スペインのスパークリングワイン産業はフランスに次いで世界第2位である。輸出量の観点で言えば、カバワインはリオハワインをしのいで、スペイン最大のワイン生産地域である。カタルーニア州にはプリオラートやペネデスなどデノミナシオンで、 オリヘンと呼ばれる原産地故障制度指定地域が10以上存在する。この中でもカバは成立過程を他のドゥーとは異にしており、逆説的とも言える原産地故障認定地域である。1986年にスペインが欧州諸共同体に加盟すると EC 法による原産地名称保護制度の枠組みを適用する必要に迫られたため、他のドゥー産地とは異なる方法で、 生産地域が認定された。タノルー認定地域は、テロアールが等しい地域をひとまとめとして、認定地域を確定しているが、カバは既存の生産者の所在地域をひとまとめとして、認定地域を確定しており、カバの範囲は、スペイン全土の8自治州に点在している。カバのブドウ栽培面積は3万3000ヘクタールで、ある。カバで栽培されたブドウに加えて、 他のドゥ認定地域で栽培されたブドウもカバ生産に使用される。カバワインはスペインで生産される。スパークリングワインの90から95%を占めている。カバの99%はカタルーニア州で95%がペネデス地域で75%がカバワイン発祥の地であるサンサドゥルニダの矢で生産される。ペネデス地域は原産地故障制度では ペネデスにも指定されており、カバと二重に原産地故障地域に認定されている。サンサドルニガノヤには、スペイン最大級のワイナリーがいくつも存在し、カバの主要な生産者として、フレシネ社とコドルニュー社がある。スペインのワイン法によれば、2010年時点では159自治体がカバの範囲として認定されており、これらの自治体は、カタルーニア州の他に、アラゴン州、 バスク州、カスティーリアイレオン州、エストレマドゥーラ州、ナバーラ州、ラリオハ州、バレンシア州にも存在している。1986年以前には、エストレマドゥーラ州、バダホス県、アルメンドラレホとバレンシア州、バレンシア県レケナにも、カバワインの生産者があったが、1986年にカバが発足した際には、認定地域から除外された。そのため、それまでも、 カバワインの生産実績があった生産者が不服を申し立て、最高裁判所の判決を経て1990年代に認定地域に追加されている。原産地故障制度の中で生産地域が一つに限られていないのはカバのみである。カタルーニャ州内のコンカダ・バルベラでは2004から5年に、に660万リットルの原種が生産されたが、 コンカダ・バルベラというラベルが貼られて出荷されたワインは約10%の250万リットルに過ぎず大半はカバワイン生産用として売却されているタランゴナの東部でも同様の傾向が見られカバワイン生産者に対する原種の供給元となっている瓶内二次発酵を行っている途中のボトルフランスシャンパーニュ地方のシャンパンは瓶内二次発酵方式を用いておりこの製法は シャンパーニュ地方では、シャンパーニュ方式、その他の地方では、トラディショナル方式と呼ばれる。瓶内二次発酵方式とは、収穫したブドウを圧搾して発酵させ、酵母とリキュールを添加して瓶詰めし、折り抜きを行ってからリキュールを追加して、瓶内で、さらに熟成させる製法である。カバワインも、シャンパンと同じ瓶内二次発酵方式を用いており、クレシネ社は、 スパークリングワインの技術革新を主導し、ジャイロパレットと呼ばれる大型機械装置を導入することで、品質を保ったまま生産過程を効率化することを可能にしたアメリカ合衆国、ドイツ、フランス、メキシコなどに進出し、ブドウ畑や醸造所の国外展開、直販チェーン店の設立などで1980年代以降に躍進した。 カバーワインの法定最低熟成期間は9ヶ月で、あるが、一般的には、どのメーカーも9ヶ月以上の熟成を行っている。カバーワインの中でもレセルバの法定最低熟成期間は15ヶ月であり、グランレセルバの法定最低熟成期間は30ヶ月である。一般的なカバーワインの飲み頃は熟成開始から1年後で、あり、シャンパンよりも短い期間で飲み頃を迎える。 カバーで認可されているブドウ品種は地元品種のチャレロダネ、パレラーダダネ、マカベオ種があり、その他にはシャルドネ種、ピノノワール種、スビラ種をブレンドすることができる。チャレロダネはワインの骨格を作り、マカベオ種は果実香を与え、パレラーダダネは香りに華やかさを与えるとされる。カタルーニア州以外で生産されるカバーワインはマカベオ種が主体である。 カバワインに初めてシャルドネ種が使用されるようになったのは1981年である。ロゼのカバワインを生産する際には、カベルネソービニヨン種、ガルナッチャダネ、モナストレルダネから生産された少量の赤ワインが添加される。ブリットと書かれたダマカバワインの味わいの表示は、シャンパン同様にフランス語が用いられる。残党分量によって7区分に分けられている。 カバゲン産地故障統制委員会は、各年度のワインに対して、ヴィンテージを発表している。ヴィンテージは、波、良い、とても良い、素晴らしいの4段階である。ありがとうございます。